あかりちゃん1本目。あかりちゃん一本目。あかりちゃん2本目。あかりちゃん3本目。
はい、あかりちゃん1本目。ウェイトが乗ったんね。もうね、スーツの影響もあるんだろうね。ここで繋いでいく感覚がないと思う。行きます。じゃあはい、あかりちゃん2本目落として、はい、しっかり上体の角度を変えないで上体を安定させるということだね。あとは足首の前傾をもうちょっと取った方がいいね。これしっかりとした足首の前傾からサイドへの位置に起きちゃダメだ。休憩行きます。はい、昨日言ったようにね、外足切り替えから伸ばしていくイメージで外骨盤をね。はい、あかりちゃん3本目。ずらす方法がとしてもトップとテールが同じ量動くような回し方、トップを支点にしてテールだけを押しずらすような押さえ方になってるからここは切れないよね。休憩行きます。あかりちゃん、あかりちゃん5本目。まずはエッチングのスキーのたわんでる実感でエッチングコントロールできるんだね。ずらしてる量で方向づけ決めてたね。はいよ。はい、あかりちゃんラスト。次も行きます。お願いします。巻きすぎだよお前これ。ラストです。はい、つま先の向きをこう内側に食い込ますような絞りを使ってこないとダメで、横に押してるだけだからスキーがこう回転して足元戻ってこない。ゆうたろういきます。
はい、あかりちゃん。次コースケ行きます。はいよ。はい、あかり。はい、もう少しももを立てて、ももを立ててターンしてくれ。はい、あかりちゃん。蹴っちゃダメだ。行きます。白ロングいきます。いいよ。次の車種ロングいきます。はい、ラストです。